痩せたいならこのフルーツを食べてくださいね。この動画では1つ目、なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのか、その理由と、2つ目、一体そのフルーツは何でしょうかということ、そして3つ目、ではそのフルーツを食べるにあたって具体的にどれぐらいの量をどのように食べればよいのか、食べるコツをあなたにお伝えしてまいりますね。ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりますね。ではまず1つ目、なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのかという理由についてお伝えします。それはあなたの腸内環境が整うからなんですよね。もうとにかく痩せたいなら腸内環境です。もう腸が良ければもう全て良しとですね、私も断言できるほど本当に腸でもう幸せが決まるとね、あなたにお伝えしたいんですよね。それほど腸ってとっても大事なんです。あなたが今まで一生懸命ダイエット頑張ってきたのになかなか痩せられない、もしくは痩せるのにまた太ってしまうということをもし繰り返していらっしゃるようでしたら、あなたがお悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内環境が悪いだけ、これ本当なんですよ。なので私が今からお伝えするお話をもうコツコツと一つずつ取り組んでみてくださいね。あのこの私からのメッセージを一つ一つ受け取ってくださった方々からですね、もう本当に LINE までよくメッセージいただくんです。先生が動画で教えてくださった、まあ、いろんな食べ物やいろんな方法を一つずつしてきたら、私本当に味覚も変わって、今までも毎日コンビニに行ってね買ってたもの、例えばコンビニスイーツとかですね、あのラザニアとかドリアとかあるじゃないですか、ああいったのをあのまず買いたいって思わなくなってきましたっておっしゃるんですね。まあ、ちょっと食べたいなとかは少し思うんだけれども、でもやっぱりいや買わなくていいかなってね思うんですよってお声がすごく最近ですね増えてきてるんですね。もうとっても嬉しいです。私本当にもうそういったお声すごく嬉しいので、あなたもぜひぜひ LINE までメッセージくださいね。ちょっとすみません脱線しましたが、とにかくそれだけ腸内環境なんですよね。なぜかと言いますと、あなたの腸内にやはり正義の味方となるですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が常に元気ではないといけないわけですね。そうしないとやっぱり悪者、悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌が増えてしまうと、もう非常にこれがですね、正義の味方がこう不利になってしまうんですよね。もうとにかくこう危ない、正義の味方頑張れってなるわけです。なぜかというと、その悪玉菌と善玉菌のその強さによってどっちにも味方してしまうですね、日和見菌とい う, もう本当に優柔不断な菌がですね、なんと全体の7割もいるんですよね。ですからその7割のあっちにもこっちにもですね、フラ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 と強い方に味方してしまう菌をやっぱり味方につけないといけないわけですよね。そこで常に善玉菌が元気であれば、その中間の日和見菌たちがですね、こっちが強いよねってこう味方するわけですよ。その逆になるとまずいわけですよね。悪人が増えるわけですから、あなたの腸の中でもう腐っていくわけですよ。本当なんですよ。なのであなたの腸内環境が整っていれば、自然と痩せ体質になることができて、あなたはどんどんですねダイエットがこう成功する道に行けるわけです。進んでいけるわけです。共に進んでいきましょうね。それでは2つ目の項目に入ります。そのフルーツは何でしょうかというところになるんですけれども、今回はキウイになります。キウイフルーツって皆様いかがですか？よく召し上がりますか？キウイってですね、すっごくダイエット効果があるフルーツなんですよ。その理由は、先ほど冒頭でお伝えしました腸内環境を整えるためにもう絶対に必要なものが、なんとバランスよく含まれているんです。それは食物繊維なんですけれども、食物繊維といってもその水にこう溶けやすくって便を柔らかくしてくれる作用がある水溶性の食物繊維と、そもそもその便のかさ増しをしてくれるこうもさもさした方ですね、
お野菜で言えばさつまいもとかごぼうになるんですけれども、不溶性の食物繊維、その2つがですねバランスよく一気に取れるのがこのキウイフルーツになるんですよね。ですから先ほどお伝えしたその腸内環境の善玉菌の餌となるこの食物繊維をバランスよく含むこのキウイを食べることで、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよね。そしてなんと血糖値の急上昇も抑えてくれるんです。ここすごくポイントなんですよね。なぜかというと太る原因は血糖値の急上昇なんです。血糖値が上がっているその間に一気に脂肪を溜め込んでしまう、その体の仕組みがあるわけですよね。そこでその血糖値の急上昇を抑えてくれるのがこのキウイになるんですね。そしてまたあの悪玉コレステロールをどんどん体の外に出してくれる効果もありますし、カリウムもとっても豊富に含まれておりますから、あなたのむくみまで改善してくれるんですよ。だってむくんでるとこう見た目が変わらなくて悔しくないですか。せっかくいくら体重が落ちても見た目が変わらないともう全然つまんないですよね。もう絶対嫌だと思います。なのでこういったカリウムが含まれているこのフルーツキウイを召し上がっていただくと、むくみまで改善されて、あなたは体重も自然に落ちて、しかもむくみまで改善できるんですよ。それでは3つ目の項目に移ります。どのようにではこのキウイを食べれば良いのか、一日の量であったりそのコツですね、ポイントをお伝えしていきたいと思います。まずそのキウイのカロリーと糖質量がやはり他のフルーツに比べたら低いんですね。例えばキウイこの1個あたり約 90g なんですけれども、それ、1個あたり 48kcal です。そして糖質量が 9.9g です。で例えばバナナで見てみると、バナナの同量 90g は 77kcal なんですよね、まあ、ほぼ倍近くなりますよね。あとは糖質がまた高いんですね。これも倍近く 19.2g バナナは入っております。でまたリンゴもね、とってもお体を温めるフルーツですし、もうすごく痩せ効果もあるんですけれども、カロリーだけ見てみるとやっぱり 55kcal ですか、キウイよりも高いですし、また糖質もやはり高めなんですよね。なのでキウイフルーツはこういったよくダイエットに向くフルーツと比べてもカロリーや糖質量が低いフルーツになりますから、やはりダイエット向きになるんですね。そしてダイエットにはですね、あのキウイフルーツって黄色いタイプとグリーンですね、イエローとグリーンありますが、もしですねダイエット中のあなたが召し上がる場合はグリーンを選んでください。なぜかと言いますと、あの両方とも召し上がったご経験ある方お分かりと思うんですけれども、イエロータイプのキウイって甘くてやっぱり美味しいですよね。あのゴールデンキウイみたいなね、甘いということはですね糖質が高いんですよ、グリーンと比べて。なのでグリーンの方がやっぱりどっちかというとちょっと酸っぱいな、甘みがそんなに、まあ、よっぽど熟さない限りはそんなにあの甘いって感じではないですよね。なのでダイエット向きのキウイはグリーンです。グリーンを選んでください。やっぱりね、あの美味しい方食べたい時もあると思うんですよ。あの私の、あのマナ娘ですね、高校2年生になる娘もやっぱりですね、私はこのグリーンを買ってくると、グリーンよりもねイエローの方がいいって、だってあっちの方が美味しいもんって言うんですけど、そうだねって笑いながら、でもやっぱりグリーンをね買ってくるというこの私ですよ。だってグリーンの方がね太りにくいんだよとか言いながらね、あのそうやってそう諭しながらですね、まあ、娘にもね食べさせているんですけれども、お弁当に入れたりですね。なのでダイエットはとにかくグリーンです。そして食べ頃って皆様見極め方ご存知ですか。もう大体そのキウイって買ってきた時硬くないですか。もううわこれしまった、まだ硬いからちょっとすぐ食べたかったけど食べれないってちょっと残念っていう時ないですか。そんな時のコツをお伝えしますね。まずやはりそのスーパーで見つけた時に、私これもすごく今もうカチカチ、もうカチカチなんですけれど、その本当はこうちょっと触ってね柔らかさ確かめたいけど、商品ですからそんなこう押したとかできないじゃないですか、まあ、バラ売りだったらちょっと触れると思うんですけど、バラ売りの時はですねこのように手に優しく包み込むように持っていただいて、軽くですね弾力があるなというものでしたらすぐに
食べれます。弾力はあるなっていう硬さだったら OK ですね。そしてもしもそのパック売りで触れなかったとしたら、私もそうだったんですけども、こちらは先ほどお伝えしたこうバナナとかリンゴと一緒にビニール袋にキウイを入れておかれると早く熟します。熟すのが早くなりますから、せっかく買ったキウイをもう早く食べたいっていう時はバナナやリンゴと一緒に袋に入れて常温でしばらく 2,3 日置いていただいて、ちょっと毎日硬さチェックしていただきますと、やったー食べ頃になったということで早く召し上がることができますので、ちょっとしたコツであなたも上手に美味しく召し上がってくださいね。そして最後にその食べる量なんですけれども、もう美味しいのでやっぱりですね、結構1個ペロッと食べれてしまいませんか？ただもしダイエット中でしたら、やはり1日2分の1個までを、例えばそのヨーグルトにトッピングされるのも良いでしょうし、サラダですね、サラダにこうあえて召し上がったりとか、まあ、もちろん私もねよくするんですけど、スパッとこう半分に切ってもうスプーンでそのまま食べるという、もう私ね簡単なのが大好きなので、もうとにかくこう手間をかけずにいかにですね美味しく食べるかっていうのにですね重きを置いておりますので、私はそういう食べ方もしますが、やはり2分の1個までに抑えていただくと良いと思います。そしてよくご質問があるのが、先生あれもこれもねダイエットに向くフルーツ教えてくださるけど一体どれを食べればいいんですかという質問も多いんですけれども、お答えするその結論からお答えしますと、全部バランスよく食べてくださいね、召し上がってくださいねってことをお伝えします。なぜかと言いますと、やはりばっか食べばっかり、そればっかりってね一番良くないです。これがいいからこればっかりとかいうのが一番良くない。なぜかと言いますと、あなたの腸内環境のその善玉菌、痩せるその痩せ菌ですね、たちのやっぱり餌になるためにはいろんな種類がないとダメなんですよ。チームワークが大事なんです。チームってやっぱりたくさんいればいるほどいろんな力を発揮していろんな知恵が出て、結果いろんな目標を達成したりできますよね、まあ、スポーツチームもそうでしょうし、一人一人のそのやっぱプレイヤーが力を持っていればやはりそのチームが優勝するわけですよね。それと一緒なんですよ。たった一人じゃやっぱりできませんよね。それと同じです。ですからいろんなものをバランスよく、例えば今日がキウイなら明日はリンゴ、明後日はバナナでもよろしいんですよ。そういった日替わりです。プルーンとかもねそうなんですけども、日替わりで適量を正しくあなたが召し上がってくだされば、必ず痩せ菌たちが増えてくれて、あなたは本当に痩せ体質を手に入れて綺麗に健康的に痩せることができるんですよ。さあこの動画のまとめに入りたいと思います。まず1つ目、なぜこのフルーツを食べると痩せることができるのかでしたね。それは腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えて、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよでしたね。そして2つ目です。それは一体どんなフルーツでしょうかということで、今回はこのキウイフルーツをあなたにお勧めしました。そのキウイフルーツが持つダイエット効果はたくさんありましたよね。そして3つ目、どのようにではダイエット効果が高いキウイを食べれば良いのかということで、まずはイエローよりもグリーンを選びましょうね。1日2分の1個までですよ。食べ方はこのような工夫でできますよということでお伝えしましたね。さあいかがだったでしょうか。この動画のお話、ぜひ今すぐあなたのダイエットにお役立ていただいて、あなたが1日も早く笑顔で過ごせますように応援しております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。